ルラ脱毛カウンセリング番組 MC の家田紗也子です。今回はトータルビューティールラのスタッフ林さんとお話ししていきます。林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはダブル脱毛って何ですかということなんですが、ズバリダブル脱毛って何のことなんでしょうか。ご紹介いただけますか。はい、まずですね、ブラジリアンワックスというものですね。それがですね、はい、速効性がある、その場で毛を取ってツルツルになるものがワックスになります。はい。で、それと同時に原毛を目的とした光脱毛を当てることを、はい、ダブル脱毛と言います。あー、なるほど。じゃあブラジリアンワックスと光脱毛と同じ日に一緒に施術ができる、これがダブル脱毛ということでしょうか。はい、そうです。これ同じ日に一緒に受けることできるんですか。そうですね、昔はですね、やはり剃ってからシェービングをしてから黒い毛根を残した状態で当てるのが大体 あの光脱毛のやり方だったんですが、はいはい、また当店で今置いてある光脱毛の方が、ですね、皮膚と毛根の間にある、はい、バルジっていう毛を作る細胞に働きかける最新のものになりますので、はいはい、なので、ワックスをやった後っていうのはもう毛根がないんですけれども、うんうんうん、毛根から取っていくので、はい、なんですが、その機械ですと原毛も同時に施術ができるというものになります。はい、なるほど。毛根あるなしに関わらず効果が期待できる光脱毛を受けることができるから、両方とも受けることができるんですね。そうですね。これはどんな方におすすめですか。まあ、当店にご来店いただいているお客様は、まあ、そもそもVIO、まあ、を言うと、シェービングだったり自己処理をされたくない方がご来店いただいてるんですね。ほうほうほう。まあ、デリケートゾーンっていうのもあるんですけれども、やはり、はい、シェービングだったりカミソリでの処理っていうのは皮膚も傷つけますし、お肌にいいことは基本的にはないので、はい、なのでワックス脱毛というもので、はい、毛の処理をしてるんですが、はい、ただやはりワックスっていうのは目的は原毛ではないので、うん、一時的にツルツルにすぐできるっていう効果ですもんね。そうですね、うんうん、で次回ご来店の際も必ず、1センチ以上伸ばしてからのご来店をお願いしてますので、はい、ずっとその繰り返しになります。ワックスだけだとですね。でもブラジリアンワックスですぐにツルツルになって、光脱毛でこれから生えてくる毛にこう照射することによって今後の毛の生え方が変わってくるわけですもんね。かなり変わると思います。うん、そうなると次回ブラジリアンワックスで取る毛もちょっと少なくなっていたり、毛の質が変わっていたりっていうことになるんでしょうか。そうですね、やはり目的が原毛なので、うん、最初にワックスだけでご来店いただいた時の毛量とは変わってきますね。じゃあどちらか一つだけ、ブラジリアンワックスだけですと、まあ、次もしっかり生えてきますし、で光脱毛だけですとすぐにはツルツルにならないんですもんね。そうですね、うん、じゃあその2つのメリットを合わせて受けられる施術がダブル脱毛ということになりますか。はい、そうです。わあ、これはちょっと求めていたという方多いと思うんですけれども。そうですね。ねえ、先ほどカミソリで肌への刺激というお話ありましたけれども、これブラジリアンワックスってこうワックスビリッとやるイメージがあるじゃないですか、はい、でそこにさらに光を当てるってなると肌への影響って大丈夫なのかなってちょっと心配になってしまうんですが、はい、いかがでしょうか。まあ、基本的にはワックス自体はもちろんカミソリよりもお肌の負担が少ないので、はいはい、なのでその上からマイナス10度に冷やした、光脱毛の機械を当てることによってお冷やしも同時にされていくので、うん、お肌の負担は少ないと思いますね。そうなんですね。ブラジリアンワックスって、今でこそちょっとお家で使えるホームケアキットみたいの出たりしてますけれども、はい、お店で受けることが一般的だったじゃないですか、はい、ちょっと昔はね。でお家で処理できる一般的なものといえばカミソリだったので、はい、なんとなくカミソリの方が自分の肌に慣れてるんじゃないかとか優しいんじゃないかと思いますけど、実はブラジリアンワックスの方が肌に優しいんですね。そうですね。実際にご来店いただいてるお客様で
もう何年もずっと VIO をご自身で剃り続けてたお客様って実際いらっしゃるんですけども、はい、やはりあの肌の状態は良くないですね。あ、それはもう一目見てわかるぐらい。わかりますね。へえ、そうなんですね。逆にこう自分で剃ったりしてなくって手つかずの状態の方っていうのは肌もあのすごく柔らかかったりいい状態だったりするんですか？そうですね、もちろんあの自己処理されてない方の方が全然肌の状態はすごくいいですね、うん、そうなんですね。じゃ あの柔らかかったり肌が弱かったりする方はあのちょっとご相談していただいたらいいかと思いますけれども、大抵の方はブラジリアンワックスはこう肌に優しくてそして一気にツルツルになると。そうですね、うん、そして一緒に受けられる光脱毛もあるということなので、ちょっとあのツルツルにすぐしたい、もうすぐ水着着る予定があるとかいう方にも、あとは1年後の毛の量を調整したいっていう方にもこのダブル脱毛っていうのがすごくおすすめということでよろしいでしょうか？はい、そうです、うん、お客さんにおけるこのダブル脱毛を希望される方の割合っていうのもだんだん増えてきていますか？今はまあそうですね、おそらくまあ半分は超えてるかなって感じですね、うん、ああ、じゃあやっぱり知られてきてはいるんですね。やはりあの隣の部屋で、うん、まあ、あのこうベッドが並んで各部屋あの仕切られてはいるんですけども、はい、やっぱりあの隣の部屋でワックスだけで終わらないでピッ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 っていう機械の音がすると、うん、やっぱりワックスだけでご来店の、はい、してるお客様も気になって、あ、なるほど、じゃあこれからどんどん知られていくにつれて、うん、希望されるお客様も増えてきそうですね、はい、そうですね。であとはあのワックスだけですと、まあ、1週間前後で、まあ、産毛からなんですけれども毛が生えてきてしまう、まあ、どうしても抜いてるだけなのでそういったあの、まあ、周期になるんですけども、光を一緒にダブル脱毛で当てることによって、はい、次生えてくる毛のスピードがかなり落ちますので、うん、あ、なるほど、はい、あの毛が細くなったり少なくなるだけではなくてスピードも遅くなるっていうことなんですね。はい、かなり違います。へー、じゃあもう本当にどちらのいいところ、ちょっと前まではこれ難しいことだったそうですね。はい、うん、これが今ではできることになったので、あのずいぶん前にサロンに行ってその2つ諦めてたっていう方も今はできるんだよっていうことをね教えてあげたいですね。やっぱこんなに都合のいいものがあると思わなかったってもうこれを待ってたっておっしゃるお客様はものすごく多いです。本当ですね。なんかこれぞこれぞこう自分の脱毛で求めていた形だという方多くいらっしゃるでしょうね。そうですね、やはりあの、うん、一番は剃らなくても減毛ができるっていうことですね。シェービングを使わなくても、うん、はい、っていうのがやっぱり一番のメリットかなとは思います。はあ、じゃあ最初のうちは例えばダブル脱毛で一気にこう、はい、まあのツルツルになって、そして光脱毛でこう毛の量をちょっとずつ減らしていくと、はい、だんだんもうブラジリアンワックスだけとか光脱毛だけとかどっちかだけになる方も毛の状態によって、ね、そういうことですよね。ある程度もう減毛されてきたら、あ、もうワックスだけでいいかなっていう方も実際にいらっしゃいます。あ、なるほど。しかもそれだけ少なくなってきたら自分での処理もすごく楽になりそうですね。そうですね、まずやはりあの気になる、まあ、気になりづらい、今まですぐ気になってたものが全然やっぱ毛質も違うし、はい、毛量も減ったので、かなり変わってくるとは思います。そうですね、こうあのお手洗いに行ったりお風呂に入ったりした時にこう目に触れる場所の毛があのだいぶ変わってくると気分が全然違いますもんね。そうですね、うん、そのすぐツルツルもそして、これから先の毛の状態にも影響を与えることができるというダブル脱毛、気になる方はぜひ調べてみていただいてサロンスタッフさんにぜひ相談に来ていただきたいですね。はい、ありがとうございます。今回はダブル脱毛って何ですかと林さんにお伺いしました。林さん、ありがとうございました。ありがとうございます。番組ホームページに質問フォームがありますので、脱毛に関する質問や毛についてのお悩みがあればお気軽にお寄せください。